はい、ですね、ちょっと今日コンビニに寄ったら、また新しいなんか鬼滅コラボ商品が出ていました。このなんかブルボンのプチに、鬼滅の刃のキャラがですね、一個一個なんかその色の味が違っていて、それを売っていたので、今日はですね、ちょっと甘いものが食べたい気分だったので、この2人をチョイスしてみました。富岡義勇は黒ココア、胡蝶しのぶはしっとりチョコということでね、ちょっとなんかね、それぞれね、なんか、多分なんか煉獄さんだけなかったんだよな。なんか1個本日も区画が JR 丸ま東ま日本をご利用開いくてださたいのまして、で、ありがとうございま煉獄す。さんは売り切れ今ていた度のかものしれ2ま番せん。線の列車はいただきます。21時2分発しっとり上野チョコ。東京ライン宇都宮線ん？直通普通宇都宮行きです。この列車は10両です。めっちゃしっとりしてますね。なんかビスケットというカリカリしない、サクサクしてません。うまいです。こっちはもうね、ビスケットですね。本日も JR 東日全然本をご違います。利用くださいましてありがとうございます。今度の1番線の列車は21時3分ち発、ょっとまだまだ普通沼津行きです。あったんでね、ここれのからも列車は買っていきたい10なと思い両まです。す。ではでは。はい、今日朝はですね、なんと煉獄さんがいろんなコンビニになかったんですけど、なんとですね、朝のセブンイレブンにありました。煉獄さんは、煉獄さんはうすしおで、彼女さんはいちごビスケットということで、これをね、今日は買いましたね。縁柱とその継子コンビということで、ちょっと出勤が楽しくなります。皆さんもね、工夫して、出勤を楽しみましょう。では、今日も一日頑張りましょう。やっぱ薄塩が一番好きだな。さすが煉獄さん。なんか甘露寺さんらしい甘いいちごビスケットです。皆さんね、このブルボンプチ、もう鬼滅キャラとめちゃめちゃコラボしてるんで、ぜひね、食べてみてください。私も、この出勤にちょっと2本ずつぐらい買ってご紹介したいなと思いますので、よろしくお願いします。